日本鹿児島県鹿児島市、西村崎原町西村崎原町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は890083。人口は1090人、世帯数は457世帯。市原第一の生誕に所在しており、脇田川の中流域に位置している。町域の南方から西方にかけては、薄木、北方から東方にかけて市原がそれぞれ接している。 西紫原町の区域は、市原と一体化した、新興住宅地となっている。町域の中央部に、鹿児島市立西、市原中学校がある。昭和40年代以降、周辺の中学校の生徒数が激増したことにより、鹿児島市によって、鹿児島市省、中学校整備計画が制定され、中学校の新設が行われることとなった。 この整備計画に基づいて1979年には、現在の西紫原町の区域に、鹿児島市立西、支原中学校が開校した。1982年10月23日に、臼杵町に造成された梶原挟間団地の区域より、西紫原町が新設された。1990年11月5日には、臼杵町の一部が西紫原町に編入された。 以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。